はい、どうも世界一ストイックな怠け者テッケテッケです。はい、とせ明日はメンテビになるので更新情報を一緒に見ていきますか。はい、まずは課金情報ということで、まあこれはいつも通りですね。はい、そして一朝一夕来ますね。もう完全に一朝一夕の大吉祭り見なくなりましたね最近。はい、とせ一朝一夕来ます。はい、一朝一夕はこんな感じのおみくじイベントになっており、 40% から 80% の間で追加ボーナスが表示されて、まあ、例えばこれで 80% が出た場合、これを利用してこの5000元宝の1万円課金を行った場合に、5000元宝の 80% である4000元宝が追加でボーナスとしてもらえるという課金ブーストイベントになってます。まあ、ただ初回2倍なんかが余っている人は初回2倍の方を利用した方が課金効率が良くなりますので、まあ、月2万円以上課金する方向けですねのおみくじイベントとなります。さあ、そしてお土産販売者ということで、はい、私の嫁のチョコメちゃんがホーム画面にトラックで突っ込んできて押し売りするイベントになりますが、シャベルですね。はい、シャベルの販売ということで、おそらく砂浜イベントが来ますね。はい、来ました。砂浜の宝探しということで、はい、こちらのイベントに関しては、まあ、2種類の砂浜、磯波の砂浜と白銀の砂浜を選んで、そちらでこの上で売ってるシャベルを購入してガチャを回していくことで、はい、虹の副賞ちゃんなんかをゲットできるようなイベントになってますね。まあ、課金イベントになっているので、はい、ある程度課金できる方向けになりますが、今回の虹のキャラクターのラインナップとしては、 UFO、 コキビア、コキビいますね、リシン、義経、アシア、ドンマン、毛利元成、ジョフクと、はい、なっていますが、まあ、コキビなんかは割とおすすめ度高いですね。まあ、これ選べるラインナップになっているので、ちゃんとコキビ欲しい人はコキビが必ずこの中から選べるというものになっているので、まあ、このシャベルのお得160円のやつを安くちょびちょび集めていって、二次キャラクター安くゲットするみたいな方法もありますが、まあ正直最近まで並んでた猫の遊ぶ班の方が二次キャラクターゲットするのであれば安くゲットできるので、美課金の方はあっちを狙っていった方がいいかなっていう感じですね。そして週ギフということで、はい、今回月落ちあやめきますね。はい、こちら480円で毎日200元宝と千両育成炭5個、あやめの箱1個が7日間もらえるということで、特にこの中にあるラキスタ券なんかがこのゲーム内でラキスタ券を課金して集めるのであれば、かなり上位クラスに課金効率のいいものになっているので、まあ、美課金の方にもおすすめできる課金イベントになってます。さあ、そしてこれは弁財天、あ、ここで来ますか。はい、ということで、ちょっと前に私のチャンネルの方で運営さんが新キャラクターのネタバレしてますという動画出しましたが、はい、そのキャラクターここに来ましたね。で、これ聖丸じゃなくて普通の純栄丸っぽい感じですね。はい、この前の宇宙くんちゃんで完全に聖丸時代突入したかと思いきや、ここで純栄丸キャラクターまた売ってくるっていうちょっと謎なムーブですが、これ純栄丸ですよね多分。あの水引きでどうこうがないんで、元宝の消費量に応じた水引きのドロップのやつなんかがないんで、まあ純栄丸となるとそこまで今の聖丸突入環境の中ではあんまりスキル性能的には期待できませんかね。で、今日これで最後ですかね。あ、で、ナタの再販がありますね。 UR1000 のナタ持ってる人からしたら、むしろこっちのナタの MR アバー安くゲットしちゃった方が対人戦なんかにおいてはパフォーマンスしてくれる可能性すら若干感じてしまいますね。いや、ちょっと怖いですね。はい、弁財天ちゃん見ていきたいと思いますが、まあなんといってもやっぱり、まあ、この前もね、これは立ち絵いじったのであれですが、これ後ろやっぱりこれ弓ですよね。はい、純栄丸の弓章になる感じですかね、これは。はい、で、ハスの花なんかが背景にあって、ハスといえばナタ、そのナタと一緒に並んでるこのハスをモチーフにしたキャラクター、これワンちゃん白バフのレンゲ、あ、レンカですね、レンカまとう可能性ありますね。で、一応今ネタバレしてる罪悪状態として罪悪旧爆っていうのが入るんじゃないかと、まあ、あと罪悪以降なんかもありますが、まあ、これは多分竹見和ちゃんの方に入るかなと、またはホタルちゃんの方に入るかなと思うんで、まあ、今回弓章っぽいんで、この旧爆、まあ、受けるダメージが増加する火力アップ系の罪悪状態付帯されるかなっていう感じがしますね。ここに弓章って書いてあるんですよね。まあ、旧爆を敵につければ弓章に会心攻撃される確率が 25% 増加するってことで、いや、じゃあやっぱり竹井三日月ちゃんの方は武将になるんですかね。で、この旧爆はおそらく今回の弁財天ちゃんについて、で、この白バフの雷系なんかも蛍ちゃんまたは竹井三日月ちゃんどちらかにつくかなと思うので、まあ、白バフは廉価がつきそうな気がちょっとしますね。ナタと同じこちらですね、状態状態性がアップするのと、敵の攻撃時に自身が致命傷を受けた場合、廉価の単数を一旦消費して致命ダメージを無視と同時に HP を回復していくと。で、またこの廉価状態になると、自分が攻撃している最中に反射なんかで致命ダメージを受けた場合には、廉価の炭素を消費しないで攻撃を続けることができるんで、これ実は風魂対策になってるんですね。あの風魂って、あのマーリンから付与されてしまう風魂ダメージ、あれ6ターンだったら6回分ダメージ受けちゃうんですが、自分の攻撃中にあのダメージって受けるんで、廉価状態だとその自分が攻撃中に致命傷を受けた場合には廉価を消費せずにその致命ダメージを無視できるんで、実は風魂ダメージ無視が廉価でできてしまうということで、ワンチャンマーリンの対策キャラクターになる可能性があるなと睨んでます。はい、どうして今回のテケテケスキル予想としては、このマーリンちゃんじゃなくて弁財天ちゃん、敵にスキル1で旧爆をつけながら、弓章の超火力連撃をするキャラクターになりながら、耐久の方は廉価でしのぐキャラクターになると
予想したいと思います。まあ、ちょっと順位回るっぽいですが少し楽しみですね。周りに対策になるか、はい、また、まあ、ちょっとね今順位回るキャラクター注目されづらくなってますが、周りを倒せるかだけでも私は見たいなと思います。はい、とつてまた明日ガチャに並んだらちゃんと投票した上で検証して分析動画アップしていきますので、テキテキ明日おそらく順位回るキャラクターだけど分析頑張れってことでグッドボタン押してもらえると元気が出ます。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テキテキのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方も覗きに来てくださいね。あと、まあ、もしこのキャラクターが準 AMR キャラクターだった場合には、正 AMR じゃない分やや作業負担軽くなるかなと思いますんで、まあ、その場合には土曜日の夜ですね、メンバー限定の方で第2次マクドナルド配信をやりたいと思ってますんで、まあ、深夜飯一緒に食べながら放置少女について語られたい方、ぜひメンバーシップ限定ですが生配信の方を参加してもらえると嬉しいです。一緒にマック食べましょう。はい、とつて最後までご視聴いただきありがとうございました。するおっす。